はい、集まれ動物の森やっていきたいと思います。今日はですね、待ちに待ったもうね、8月のこれ何回目、3回目か、日曜日の花火大会の日です。私はね、初めての集まりになってからの初めてのね、花火大会なので、ちょっと楽しみつつ、あ、やだ、楽しんでる楽しんでらっしゃるんだけど、やっぱあれなんだね、花火大会とかの日は来ないんだろうね、キャンプ的なのも。じゃあそれちょっと花火楽しみましょう。花火楽しんで、あーちょっと待って、花火上がってる。ちょっと待って、花火に合わせた服した、ちょっと待ってね、やっとけって話よね、ごめんなさい。即着替える。花火でしょ、あったかな、違う、なんで今換気扇触っちゃったんだろうね。そうね、花火大会でしょ、結局着物じゃないよね。そうだよね、浴衣だよね。あ、でもこっちのは好みだなこっちのは好みなので、これに、あ、でも青しかないの、青しかないんだったら青着よで、そうね、足元は草履、下駄、草履かな、まあ下駄かなどっちでもいいわっていうね。これ何にもつけてない方が、あ、待ってしかも待って、冷静によく見たらさ、火事じゃないこの家、なんか火ついてたよ、やば。ちょっと待ってね、急ぐ急ぐ、ごめんなさい。これでバック取って、オッケー地味ってね。でですよ、トリマ花火を楽しみつつ、ここ空いてる時間にやるの久しぶり、嬉しい。なんか時間いじればいいんだけどね、なかなか最近時間もいじってないのね。あ、待って、これ欲しい。あ、さよなら今9500円かと思ったわよ。はい、もういいですちょっとお金ないし、今からで静江さんとこに行ってね、あ、違う、常吉来てるよね、常吉にお金使うね、ちょっとごめんなさい、本当に。花火って確かあれよね、マイデザ打ち上げれたよね、もう多分マイデザ、あ、待って待って、ちょっと本当に、いいね。今年なんてさ、だって花火とか中止でしょ。まあ別に例年そんなに花火を見に行ってたかって言ったら、あ、かわいい、え、かわいいはい、え、いらないだってそれダサいんだもん。あ、みんなが拍手してる、ちょっと待って、かわいくない、やだー、かわいい、え、バセペさんこんな服だったっけ、あ、なんか着替え邪魔よね、わーわーじゃないね、ごめん、なんか後ろでなんか言ってる人いる、何ですか、まあ、さっきあたりもしてたもんね、一人ぼっちでね、花火、
はい、くじ引き？はい。高いの、うるさいよ、おさい。なんで目の前で叫ぶの？ちょっと今の迷惑じゃない？普通にうるさい。青い風船。うわ、うん。あんま散財はしたくないわよ、私。あ、うちは嬉しくない？うん。うちは普通に嬉しい。え、うん、まあ、うん、ありがとう。何回やればいいの、これ。無限にやっちゃうんだけど。風船いらねえな。もういいです。はい。あ、やだ、ちょっと、本当に。ごめんね。全然話してなかったね。チーク。かわいい。あ、待って、待って、バズレーさんが手持ち花火してる。私もする、私もする、私もする。ダーブベーター、え、地味。見て、バズレーさん、花火です。あ、あ、さよなら。これ自然に言えばいいんだっけ、あげてくれって。前でさ、まあ、ないんだけど、これって上がる？上がるんだ。この出来の悪いバズレーさんの顔面上げる？やってみようか。ちょっと花火見よう。もっと見やすいとこで見たい。この辺とか。はい。全然上がらないんですけど。でも綺麗。だって花火大会とか最後に行ったの何年前みたいな。全然上がらないんだけど、私の。あ、私このタイプの花火が一番好きなの。この火花がこうなるやつ。あ、これも好き。待って、バリエーション多くない？昔こんな多くなかったよね。飛び出すの時とか。え、感動。え私がデザインしたのは上がらないわね。うん。上がらないわね。じゃあとりあえず。で、ここじゃできないんだ。あ、そう、今回も夢見でちょっと行こうかなと思ってて。そうなんだ、外のベッドじゃダメなのね。あ、ちゃちゃ丸いたんだ。はい。私のデザインしたのやっぱ上がらないよね。一人で見てるのもみんなと一緒に見ればいいのに。よいしょ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 。で、早速行きますね、夢見にね。花火でね、全然30分いけるなと思ったけど。ね、そんなしてる場合じゃないですよ。はい、この格好で行って大丈夫？なんか世界観に合ってないかもしれない。今回はツイッターでね、ぜひ来てくださいと言ってくれたので、はい、
夢を見たい。ではでは番号を入力してね、行くところまで行きたいと思います。はい、これで合ってるかな、味噌煮込み合ってるかな。え、待って、味噌煮込みとかちょっとセンスの塊だと思う。私は味噌煮込み一番好きかもしれない、うどん系だと。まあ、元ね、住んでたところがもう本当に東海地方なんでもうね、あれだったね、味噌煮込みだったね、メインで食べてるのは。うん、え、待って、味噌煮込み食べたい。てかここのさ、マジ労働というか長いよね。これみんなこんなもん。え、味噌煮込みの世界ってよくない超美味しいと思う。え、冷静に味噌煮込み食べたい。え、誰か作ってほしい、もしくは買ってほしい。え、どうなんだろう、ちょっと楽しみでしかない、どうしよう。はい。いや、前回のさ、言うて夢見はあれじゃん、リア友のね、島だったから、ちょっと知ってたからあれだったけど、もうこう完全に、あ、待って、この子あれじゃん、なんだっけな、レム、人気ある子だよね。あ、動いてるの見ると可愛いね。あ、待って待って、ヤギがいっぱいいる。あなたはなんていうの、スミさんね。あ、すごい、ちょっと待って、てか芝可愛くない。え、どうしようどうしよう、どっから回る、どっから行ったらいいあ、旗可愛い、イチゴになってる。え、どうしよう、じゃあ、下から行きますね。え、待って、私のやりたいことだよこれ、楽器並べ。え、待って、この楽器かわいい。あ、すごい、金のバラある。え、待って、あ、チーフいるやばい、チーフ、あ、待って、めっちゃかわいい。え、めっちゃかわいくない。え、これ多分公園だよね、完璧やん黄色のこれかわいいね。え、待って、ちょっとセンスしか感じない。しかもこれ、ドーナツになってる、かわいい。え、私の服絶対ミスった。もっとなんか、ファンシーな格好で来るべきだった。あなたはエイプリルかな？いいね、味噌煮込みとっていう名前にもう本当に。え、待って、え、配置が上手だって、このなんか椅子の感じとか。え、てかマンホールって、かわいい。え、マンホールってこんなかわいい柄あるの？え、待って、めっちゃ本当におしゃれ。え、ちょっと待って、めっちゃかわいい、この、あ、これあれだよね。ちょっと、星のかけらか。あ、確かに星のかけら海に置いたらかわいいね。うわ、すごーい。ちょっと待って、ガチですごい。どうしよう。ちょっと本当に、後々参考にしますね。もう。よかった、私なんか YouTube やってて、これ動画で残るからさ。ね、なんかね、こう、なんていうの、お手本にしたいなと思った時に、見返せれるの、ちょっとよかったわ。ああ、いいね。これ公園だ。かわいい。え、これこんなに種類あるんだね。一回も作ったことないからか、私。え、待って。てか、タイヤさ、並べるだけでかわいくない？え、もう、私かわいいしか言ってない、今回。どうしよう。語彙力死んでるよね。え、待って。草すらかわいい。え、なんか、あれだね。本当に、センスを感じるわ。いや、もうやっぱこういうことよね、スイカってね。私なんか傘ポイって置いてたけど、ちょっとあれ本当に反省。え、この木欲しい、この木ね、この木。あ、座れるえ、すごい、え、すごい、ちょっと待って
これ私がやりたかったこと。え、めっちゃかわいい。え、これってあれかな。あ、ここで音楽流してるんだ。え、すごいセンスある。だってこのさ、ほら、こう見た時にわかんないもんね。そこに音楽かけてるのがあるって。え、すごくない？ちょっと本当にすごい。え、かわいい。これか、これ真似していいですか？真似したい。え、マジリスペクトなんだけど。え、こっち何これ？ここがキャンプね。あ、すごい。ムカデの使い方が上手。私なんか部屋にポイってしちゃうもんね。あ、すごい。あー、すごい。待って。なるほどね。ここがまあ、あの、キャンプのさ、あれで、ここもう、キャンプ場的な。あー、なるほどね。すごいわ。すごい。ちょっと待って。言葉が出ないぐらい、本当にすごい。あ、みんなやってるの？このさ、海沿いにモアイ置いちゃう感じ。ちょっと船虫あっち行って。ちょっと、景観に合わない。すごい。すごい、じゃあなんか釣り場というか。なるほどね。え、待って、海沿いだけでもすごい可愛い。え、なにこれ。これ何？美味しそう。あ、なるほどね。釣り堀というかね、そのっていうの。釣るところを作ってるのがすごいわ。その発想私に全くなかったもん。あー、これ、こういうところに置けばいいのね。ちょっと。あ、待って。可愛くない？色。灯台の黒と白。え、いいなぁ。これなんだろう。アンテナ。ちょっと本当にすごい。最近ちょっとね、なんかこう、あ、こんなとこにこんな細かい。なかなかこうさ、つもりをやる。タイミングがなかったからさ、ちょっとモチベ下がってたんだけど、めっちゃモチベ上がる。すごい。え、待って、あそこにさ、クッション置いてんのめっちゃ可愛いんだけど。やば。え、なになに、ちょっと待って。ここも可愛いけど、これなに？あ、わかりましたよ。わかりました。ストプリね。あ、なるほど。え、前もすごくない？このさ、だってマイデザもすごいけど、この服のデザインもすごい。すごい。ちょっと待って。なるほどね。なんかでも、なんかすごいと思う。自分の好きな、そのものの、そういうのできるの。私もちょっとやりたいもん。ほんとリスペクトしかない。あ、これは何？お家かな？え、待って、これ何？可愛くない？これ何？え、これめっちゃ可愛い。これお家なのかな？てか、ま、あれ見ていいかな？地図的なの。待って。もうなんかさ、すごいわ。このなんていうの、島のさ、こう見たときにさ、こうなんか塗って、なんていうの、いろいろ引いてたりするとこう色が変わってるじゃん。そのレベルが私の島とはもう大いに違うもんね。え、ジャック、え、てか待って、家ちゃんと配置されててすごい。私もこうするべきだったか。待って、タイヘータ、リリアン、チャチャマル、レム、スミ、ラムネちゃんいるやん。チーフ、エイプリル。顔面偏差値めっちゃ高くない？やっぱここ家なんだね。ちょっとお邪魔します。お邪魔しちゃいます。やばい、ちょっと待って、本当にやっぱすごいね。なんかみんなね、なんか本当に自分の島の肖像、うかわいい。このクマかわいい。ちょっと待って、もう隅々まで見る私は。え、かわいい。そう、このこういうなんていうの、可愛い感じのお部屋ってさ、私には確実にできないんだろうなって自分で思うから、この飾り方可愛い。もう、なんていうん、この、これ何？もらえるやん、この、
なんか飾ってるやつ。あ、待って、このお花、お花を逆に飾るやつあるんだね。すごい、それないと思ってた。なんか最近それ飾ってるのよく見る。めっちゃかわいい。すべてがかわいい。ちょっと待って、こっち、あ、いけない。クマのいて。しちゃいけないのね。わかりました。なんだろう、この統一感がすごいちゃんとしてていいなと思う。すごい、すごい人、かわいいしか言ってないけど、かわいい。あ、じゅんくん好きなのかな。いいよね、じゅんくん、いいよね、わかる。私もじゅんくんできることなら呼びたい、島に。かわいい。あれはマイレザーだよね。てか、デザインした服だよね。すごい。なんかこのね、センスある。このなんていうの。青で統一してる中の、この黒と白。かわいい。私の好みだわ。待って、すべてが好みなんだけど、どうしよう。なんかもう申し訳なくなってきた。私なんかの動画をさ、見てくれてるわけじゃない？なんかレベルが低すぎて。もうちょっと頑張るわ、ほんと。おじさんおばさん頑張るね、もうちょっと。かわかわいい。すごい。待って、こんなんできるの？ああ、これ、こういう風に使うとおしゃれね。この、何？なんだっけ？これ虫かごだよね。なんか、でかい虫かご。あの、虫取り大会でもらえるやつね。なるほど。この磯何？欲しい。写真撮ろう。めっちゃいい。すごいなぁ。で、こんな曲あるんだ。この曲かわいい。もうなんか、部屋一つ一つのさ、クオリティが本当に高いから、すごいわ。あ、かわいい。この床欲しい。なんか前回も、ピチャピチャなる床欲しいって言った気がするけど。これもかわいい。ってか、私もこの、みんなやっぱこの部屋は作りがちよね。私もちょっとやるわ。ちょっと時間が欲しいな。時間欲しい。無限にやりたい、今。ちょっとやりたい欲がすごい。待って、かわいい。あれだ。なんていうの？すごい怖い。あの、防犯カメラめっちゃ動いてる。盗っとじゃないです。あれだよ。ほら、言葉が出てこない。なんか、あれよ、ほら、服とか売ってるね。あれ。待って、その、逆さに飾る花そんなにあるんだね。かわいい。めっちゃかわいいやん。これかわいいね。あれよね、やっぱこのタイプ、このテーブル使えるよね。てか、このタイプのカバンって飾るとこうなるんだ。知らなかった。これちょっと、リスペクト。そうな、お店的な感じにするのいいな。かわいい。この星のやつもかわいいし。てか、本当に私の服いい加減にしてほしい。服捨てたいんだけど、どうしよう。ちょっと。かわいい。飾ってる服もかわいいし。そうな、私も無駄に服買ってるんだからさ、飾ればいいのよね。全部ね、しまってるけど。マジか、ちょっと、ここも見たかった。かわいい。ちょっと、ほんと、かわいいと、すごいしか言わないの、許してほしい。本当にね、
もうこれが素直な感想。え、待って、向こうの方まで何かあるよ。すごくない？ちょっとちょっと。行くとこいっぱいありますよ、これ。どうしよう。どう行けばいいの？こう行って。じゃあこっちか。これで。ちょっと今、夢見さん見て一瞬びっくりしちゃった。なんかやっぱさ、あれだよね。これ、え？かわいい。でもいけない。なんかさ、自分の島はさ、狭く感じるけど、え？かわいい。なんか、人の島ってめっちゃ広く感じるよね。これなんだろうね。あ、すごい。これ住民の家になってるんだね、ここがね。なるほど。住宅街ね。いや、初めて動いてるラムネちゃん見たわ。夢の国のマカロン。へぇ。あ、いいね。でも、この台いいね。やっぱこの、なんていうの？会ったことないというかさ、こう、なんていうの？直接会ったことのない住民の子に会えるのは、ほんと嬉しいなと思う。あれじゃない？そうだよ、レムの家だよね。水色だったから。すごいね、この均等に綺麗に並んでるのがさ、本当に素晴らしい。でもなんか全てリスペクトだわ。あ、タイヘータだ。タイヘータ人気あるよね。でも確かに動いてるの見ると可愛い。うん。うん、かわいい。え？タイヘータの人気がある理由が分かった気がする。なんだろう。このさ、クマってさ、でかいじゃん。でかいのがいいね。なんか、私の島はそんな、かわいい。待って、今のかわいくない？今回の動画ちょっと長くなるかもしれません。ご了承ください。ちょっともう終われない。すべて見て、待って、何この水の色かわいい。リメイクでなるのかな？ならないよね。え、なるのかな？あ、これなんかすごい、いろいろ置いてる。ラグ。かわいい。え、てか、金のバラすごくない？金のバラ欲しい。あ、なんか夢見できてほんと嬉しい。こういうの見れるのがマジで。これチーフね。ああ、かわいい。この色かわいいね。あれ、ダイナーなソファーだよね。いや、いいわ。なんか、なんて言うんだろう。ちゃんとさ、それぞれの住人っぽさがさ、ちゃんと、このなんていうの、お庭にもあって、素晴らしい。あー、リリアン。いいね、リリアンも。リリアンね。誰かのね、住民厳選をしてるとき、あれ、テント厳選してるときに、リリアンが来てさ、うわぁ、どうしようと思ったんだよね。かわいいな、こう、かわいいな。やっぱ私、うさぎ系好きだな、かわいい。てか、お家おしゃれ。なんか、住むならこの部屋って感じよね。かわいい。素晴らしいね、ほんと。で、ここは誰の家だろう。エレフィン。エレフィン出かけ、お会いしてないよね、まだね。じゃあ、次こっち行きましょう。あ、すごい、待って、あっち和風になってる。え、すごい。これ誰？めっちゃ丸見ると安心するわ、なんか私。え、すごい安心する。なんだろう。
あ、待って、チャチャマルの家ってこんな感じ？あ、形ってちょっと違うのかな、やっぱそれぞれ。え、てか待って、私本当に自分の島のさ、チャチャマルの家破壊するわ。ダセーな、今見ると、こうやって見るとね。エイプリルはさっきあったもんね。やっぱでもね、思った、やっぱ生垣とかこう普通の柵がやっぱりなんだかんだ言って一番可愛いよね。あと私この島、あ、ごめんなさい、夢だから大丈夫よね。なんかね、この島のいいなと思うところのポイントとして、本来のさ、なんていうの、土地、なんていうの、緑がふんだんにあるじゃない。それがいいなと思う。なんか私そういう方が好きなんだよね。なんか塗りまくってるのもね、すごいなと思うんだけど。え、待って、めっちゃいろんなとこあるよ。どうする？え？すごい。え、すごい。待って、こっち来てないよね。あ、すごい、これ、かわいい。ほんと、これ見るとね、私も、やってるさ、私も一応なんかさ、恒例っぽいものをさ作ってたけど、ちょっとしょうもねえなと思ってちょっと吐きそう。これなんかあるのかな、そこ。はあ、このガソリンスタンドのこれさ、ここに置くのいいね。なるほどなるほど。あー、すごい、美術館の前がちゃんと美術館の前してる。あ、すごい、待って、これ何？あ、これあれか。あと名前忘れちゃった。オースティンじゃなくてあれよ、あの子にジンベエザメを3匹私で作ったのかな。すごい、これ本物なのかな、偽物なのかな。すごい。え、待って、何あれ。すごい、ちょっと、ほんとすごいな。あ、いけない。これ何の化石なんだろうと思ったけど。T-Rex かな、なんだろう。これ、いけるいける。あ、待って、これかわいい。これ可愛くない？この一番端にさ、これあるのめっちゃ可愛いな。え、めっちゃ可愛い。ちょっと待って。ほんとね。めっちゃ可愛いんやけど。すごい、これが鳴ってる。そうよな、やっぱ鳴らすと、ちょっとリスペクトしかない。どうしよう、本当に。いやでもこう素晴らしい島をね、やっぱり見て、なんか自分の島もなんとかしていきたいよね。ん？これ上って行ってないよね。これより上って行った？あ、行った行った。あの、お家があるところだ。行ったのか行ったのかもわからなくなるね。広くて。待って、何ここかわいい。カフェって書いてある。ちゃんと手が洗える。なるほどね。帽子でケーキに見せてるんだ。すごい。ちょっとあんたいいとこ住んでるわね。あー、すごーい。ちゃんとしてる。カフェかわいい。え、待って、ケーキが美味しそう。こんなんあんの？そんな美味しそうなケーキあるの？え、てか、パスタとかあんの？すごくない？知らないものがいっぱいある。そうだね。カフェの近くにこれがあるのっていいね。してるわ、これは。あ、そう、お花畑じゃない。そう、すごい。え、かわいい。
いや、上手だわ、島作りが。本当に。これかわいい。これ欲しい。これめっちゃかわいい。そっちはフエリアだ。どうやって行くんだろう。ちょっと待ってね。もう隅々まで見ていきますよ、私は。本当に。あ、でもやっぱこのさ、交互にやるのかわいいね。まあね、それは、ちょっと本格的に 休みが欲しいな。まとまって休み欲しい、もうなんか。かわいい。待って、これかわいい、かわいすぎん？ ちょっとこう、なんていうの、道にあるこの感じ。あ、すごい、ちょっと。マジで尊敬だわ、ちょっと。ほんと、真似しますね。いや、まあね。全部を全部真似しちゃうと、ほんとに、あれなんで。でも、ほんとに、いいなって思うところがいっぱいあって。ああ、和風エリア、いいね。いい、なんだろう。この、なんだろうね。ほんと、私が、したいなーと思ってたような、島の、なんていうの、緑の多さと、すごく本当にバランスがいい。あら、いいね、この曲。和風だね。私の曲持ってないね。ちょっと買わないと。これ何？あ、花びら？なるほどね。あ、花びらパラパラ置いてんのめっちゃ可愛い。私も錦鯉釣りたいな。未だ釣ってないからさ。いや、寄贈、このタイプの椅子あるんだ。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。あれだね、この岩場の使い方もお上手よね。素晴らしい。可愛い。もう素晴らしいな、本当に。あ、この配置の仕方も上手ね。あ、すごい、ちょっと本当にすごいわ。ありがとうございます、本当に。こう、夢番地を提供してくださって、本当に。こんなね、素敵な島に。この辺ならさ、私のこの服合うよね。しゃべっとくわ。サムネかな。いや、本当に可愛いわ。ちょっと待って、どうしよう。これの配置の仕方も上手よな。何もかもが上手。なんだろう。なんか私の島。なんかますます。待って、こんな、ここあった？氷可愛い。本当にすごいな。こんな可愛い井戸の飾り方ある？待って、パスタ他にもあるんだ、種類。てか、この椅子可愛い。この椅子欲しい。この椅子のレシピ持ってな、私。欲しい。切実に欲しい。あ、ここフルーツ。なんていうの、畑じゃないけど、農園的な。てか、すごいね、このさ、ちゃんとボードにさ、こういうの書いてあるのが、すごい。あと、段差の使い方がうまいよね。そう、思った、それ、なんか、上手な島の作ってる、綺麗な島というか、作ってる人って、こう、段差の使い方が本当に上手よね。私なんかもう本当に 割とありのままだからさ、尊敬を本当に。これで一周したかな？どうだろう。これ道の真ん中奥のいいね、かわいいね。こっちって来てん、あ、ちゃんとしてる、このね、住宅街ですよ、みたいな。
や、かわいい。これだいたい一周したかな。うん。いや、本当に素晴らしい以外言葉が出ないぐらい素晴らしい。もうこれがまずいいもん。これ一周したね。大丈夫？したよね。ちょっともう一回マップだけちょっと。そうね。一周したね。あそこがあれだもんね。うん、博物館もね、行きたいところだけど、ちょっともう時間があれなので個人的に博物館は見させていただこうかなと思いますいや、本当にありがとうございます。本当にいい、なんだろうね、いい刺激がもらえたけど、果たして私がこんな可愛い島にね、今の島を改造できるかどうかって言われたらまあ難しい話よねっていういやでも本当にありがとうございました。素敵な島をね、見させていただいて。ということで、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。